もう皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、初登場かな、小田和正さんの曲を、やってみたいと思います。確かなことですね。あのコマーシャルなどでも聞いたことがあるのではないかと思うんですけれども、まあいい曲です。もうキュンときます。これはしっとりとも心を込めて歌いたい曲です。はい、これをですね、まあウクレレで超簡単バージョン最初にやってから、後半はもうちょっとかっこよく、雰囲気が出るように2バージョンこれからデモ演奏してみたいと思います。ウクレレってどうです、皆さん、やったことない方やってみませんか。楽しいですよ。これは、スタートするには、音楽を始めるにはすごくふさわしい楽器で、簡単なんです、最初ね。弦も4本しかない。だから奥もしっかり深くて、やりがいもすごくあるんで、ぜひぜひウクレレで音楽始めましょう。どうしたらいいか、私の YouTube を見てください。ここに解説してるページがありますので、リンク行ってくださいね。クリック、カシッ。ここから初心者レッスンをマスターしてください。そこのページ行くと300曲のね、私のこういうあのレッスン動画もリストになってますので、ぜひご覧ください。それではですね、小田和正さんの確かなこと。で、もちろんあのフルでやるとまあちょっと長いので、ショートカットバージョンで、重要なところだけはやってますので、もう全部やりたい方はあの自分でノートに書き出して、コード進行同じですので、こうあの歌詞を書き出してやってみてください。そのやり方も途中で解説しますので、まずはですね、超シンプル簡単バージョン。なるべく簡単にしてます。コードちょっと多いんですけど、ガズレレ必須コードで収まるコードばっかりですので、ぜひ挑戦してみましょう。はい、ではやってみます。1 2 3 4きっと
そういう感じで、まずは簡単バージョン。これでもね、簡単バージョンなんです。コードのやっぱ数が、これから後半にやるね、かっこいいバージョンとはもうすごい違うんで、ワンブロックに4つずつ出てくるっていう進行がまあ多いんですけど、これだいぶこれでも省略してるんですよ、皆さん。でですね、まあ今から、さっきも言ったんですけど、フルでやりたい方は自分で、ノートっていうか、自分でね、こういう楽譜を作るのがおすすめするんですけれども、この書くときにちょっと参考になるようにやります。で、コード進行は一緒ですね。2番やりたい方はそのコードを書いて、2番の歌詞を書き足してください。で、これ見てください。すっごいごちゃごちゃしてるでしょ。ちょっと見方を解説します。まず、普通の通常の上の段は、難しいバージョンで かっこいいバージョンです。で、下にこうバルーンになってますよね。このバルーンになってるのが、今やった。シンプル簡単バージョンなんで、ちょっとメモの時に注意しながら、ちょっと細かいんでね、よく見ながら書いてください。じゃあ一回一時停止、はい、ここまでね、か、はい、ここは A メロ1番2番ですね。でここサビですね、はい、ここサビ、はい、サビもここがちょっとコードが変わってますからね。 F メジャー7っていうのが後半出てきますが、簡単バージョンでただの F です。はい。で、後半のここ、ここはブリッジパートですね。君にまだ言葉にして伝えてないことが。ここをやってから、ここちょっと省略、ここら辺からもうショートカットバージョンになってまして、で、サビの一番大切な言葉に行ったら、ここ、サビ1へって書いてあるんで、またここに戻ってエンディングを迎えるっていう構造に、そういうショートカットアレンジにさせてもらいました。はい。で、今も言ったんですけど、今のは、簡単バージョンですからね、こういうところ、全部下のバルーンで弾いたやつですから、見てください。本来は、ワンブロックに4回ってことは、1、2、3、4とこう、4回コードが切り替わるっていうのが多いんですよね、ここも見てください。で、コードの解説を先しましょう。メモれたと思うんでね。じゃあ、見てください。C、F、Am、Dm、D7、G7、E7、Em7、はい、この8個見事勢揃いです。ガズレレ必須コード勢揃いですよ。もう大丈夫でしょう。ガズレレ必須コード、これ分かんない方は、いつものことのいつものパターンですけど、ここに貼っときます。ガズレレ必須コード、これはマスターしてください。覚え方があるんでね、気楽に覚えれる楽な方法ですから。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。さっきも言ったように、ここ雨上がりのじゃんじゃんじゃあ、こういう風にコードが多いんですよ。じゃらだだんだだだずんずんとこうよ、どん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 コードが変わっていく。なので、かなり忙しいです。テンポはゆっくりでも。で、ここに丸かかってるコードあるでしょ。こことここですけどね。主にここの2段。これはね、どういう意味か。伸ばしてくださいっていう意味です。じゃんじゃんじゃん、うん。じゃんじゃんじゃん、うん。とこう、C が伸びる。F が伸びる、そういうイメージですね。なのでタイミングを見てもらうために、この3つ書くとどういうふうに言ってるか分かるので、デレデデデジャン、うん、デンジャンジャン、うんと伸ばすというのがこの丸です。なのでここはまあいう空白ってことですね。3つ弾いて4拍目は伸ばすってことですね。あとはこのコードをね、さっきみたいにメモるの大変かもしれないです。これでもだいぶ簡単モードにはなってますんで、お願いします。で今日かっこいいバージョンでチャレンジしたいコード、はい、ここに書いてあります。 F メジャー7、よく言ってるんですけど、ちっちゃい M はマイナーで、大きい M はメジャーっていうことに、まあ一応私のガズレレではしておりますんで、 F メジャー7、どこかというと5弦じゃねえや、3弦と4弦の5フレットを押さえるんですよ。これなかなかすごくいい響きなんで、ちょっとこれキュンとするコードです。ガズレレではこのコード初登場かな。よく渋いコード進行の時出てくるんですけど、こうです。なんとも言えない、どっかこう透明感というか奥行きがある悲しげな響き、 F メジャー7、これ覚えておいて、これをサビで、弾いてみようと思います。あとはまあ弾き方はですね、まあ、一応16ビートなんですよ。テンデナツカタカタンダカチカタカタンダカチカタカタン、こんなムードでやってみてください。で A メロのとこは雨上がりの、うん、空を見ていた。ここ丸のところね。こういう風にどん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 流れていく。まあ4つ弾きですけれども、コードが1個ずつ変わる4つ弾きということで。なんで、それ以外のところは16ビートの、シンプルな、特に食い込みもない。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃかバカじゃかじゃんじゃかバカじゃかじゃんじゃかバカじゃかっていう、なんでしょうかね。すごくシンプルな方の16ビート。
タンダタパタタタタンダタパタタタジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカ、こんな風なあのテイストでやってみようと思います。それではですね、やってみましょう。ワン、ツー、スリー。ということでかっこいいバージョンやってみました。どうですかね。なかなかこのテンポの感じがちょっと難しいっていうか、ピアノとこうバンドのアレンジをなんとなくこう再現したいなと思ってやってみたんですけど、まずイントロ2弦の03入れてから弾きましょう。03パン、はい、こんな感じ。どうです、この F メジャー7。なかなかね、この距離がね、ここからパッとこう5の領域まで来るときにタイムラグが結構あの気になっちゃうかもしれません。だからすごく意識して、ここを絶対私はここに指が行くぞと思い込んでやると結構行くんですよ。わーっとこう遠いからちょっと慌てちゃうんですけど、確信を持って押さえていきましょう。こういう風に、はい、このどうで F メジャー7、響きがやっぱいいでしょ。これはちょっと入ってくるとかっこいいと思います。あとはやっぱコードがズン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 流れていくんで、それにうまいこと追いついてくる感じ。あとどっか16ビートの雰囲気が出せるといいんですよね。その悲しみは絶えないから、あんじゃかじゃ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 んじゃか、まあどっか後半こういうちょっとノリも出せるかな、出せるようになったら、いいんじゃないかなと。もうサビはね、気持ちよくもジャンジャカパカチャカパンジャカパカチャカ、こういうノリで、できればいいと思うんですけど、なかなかこう盛り上がったり、ちょっとこう落としたり、この力のね、あの抑揚がなんていうのかな、感どころのいい
感じでできれば、素晴らしい感じ、確かなことがより輝くんじゃないかなと思います。でやっぱ歌詞も素晴らしいので、本来はねフルコーラスでやりたい曲だと思うんで、できれば全部歌詞を書いて、楽譜を皆さんの手で完成させてください。はい、ホームページご覧ください。いろいろやっております。あちゃこちゃ行ったりこうしたりあしたりで、はい、イベント盛りだくさん、最新情報もそこに載ってますのでチェックしてくださいね。今回はじゃあ、やってみました、確かなこと、小田和正さんの名曲です。こんな感じでウクレレワイワイ弾いていきましょう。今回のガズレレッスン、これで終わり。ありがとうございました。さようなら、バイバイ。